日白学園ブラジル学校、ブラジリアンスクールとは在日ブラジル人のための学校。ブラジル人の指定の大半は日本の公立学校で一般日本人と同じ学習をしているが一部はブラジル学校に通っている。48校がブラジル政府からの認可を受けている。1校あたり30人から200人くらいの児童、生徒がいる。日本各地に約80校がある。 そのうち日本の都道府県より各種学校の認可を受けているのは11校に過ぎず、私塾と同じ無認可校が大半である。ほとんどの学校は授業料のみで学校を運営している。そのため学校経営はとても苦しい。三井物産が2005年よりブラジル学校及び在日ブラジル人への教育支援を行っている。ブラジルの教育制度に準拠しているところが大半で、 ある。学校の一人当たりの授業料は一ヶ月数万円が当たり前で大変高額である。そのため2008年秋の世界的不況の折、親の失業などにより退学する者が相次いだ。そのため、運営費である学費を確保できず、高熱費の支払いにさえも苦労し、最悪の場合に並行してしまうことが多い。学校に通えない不就学の子供がいる。 不登校家から飛行へと走る。ケースや工場などで働くケースがあり、日本のマスコミの格好の報道素材にされやすい。ブラジル学校の一部では日本語が不自由な学児のため、日本語教室を開設している。エスコーラ・アレグリアでサベール。ありがとうございます。